ブライアン・ハータの77号車、ロッキンガム・モーター・スピードウェイ、2001年、フォーサイス・レーシングはアメリカ合衆国のレーシングチーム。チームオーナーはジェラルド・フォーサイスとダン・ペティット。かつて、チャンプカーシリーズに参戦したが、2008年の R との統合後に撤退した。チームは、フォーサイス・レーシングとして活動を始め、1983年から85年まで、 適度の成功を収めた。1983年は、ルーキードライバーのテオファビが4勝を収め、インディ500では、ポールポジションを獲得した。1994年にバリーグリーンが、チームに参画し、フォーサイスグリーンレーシングと名称を改めたが、翌年グリーンは、ドライバーのジャックビルヌーブと共にチームグリーンを、立ち上げシリーズに参戦した。 フォーサイスレーシングは1995年にグレッグ・ムーアと契約、ムーアは続く5シーズンを戦った。1シーズンはインティライツシリーズで12戦のうち10勝を挙げ、4シーズンはカートであった。ムーアは1999年シーズンに自己死したが、それまでに5勝を挙げ、1998年はシーズン5位の成績を挙げた。1998年、 チームは体制を拡大し、オールカナダチームとして、パトリック・カーペンティアを加えた。カーペンティアは2004年までフォーサイスで参戦し、5勝を挙げた。2003年に、ベテランのポール・トレーシーが、アレックス・タグリアーニに代わって加入する。トレーシーは7勝を挙げ、カート最終年に、チームにタイトルをもたらした。2006年、マリオ・ドミンゲスが、カーペンティアに代わって加入したが、 シーズン途中で解雇され、AJ アルメンディンガーが加入した。アルメンディンガーは参加初戦で3連勝を挙げ、自らの初勝利を達成した。アルメンディンガーはその成績にもかかわらず、翌シーズンの契約を合意できず、シーズン途中で2007年は、レッドブルのナスカーチームに加入することを発表、フォーサイスは彼を解雇し代わって、バディライスを起用した。2007年3月30日、 フォーサイスは、ドミンゲスの復帰を発表したが、第4戦のポートランド戦から彼に代わって、オリオールセルビアが加入した。2008年シーズンは、モトルースポートのオーナーであったダン・ペティットと共に、チームを統合、フォーサイス・ペティットレーシングとして2大体制で参戦する予定であったが、カートの R の統合により、チームは、インディカーシリーズへの参戦を取りやめた。チームは、 アトランティックチャンピオンシップに参戦し、ロングビーチでは3台のパノスリー P01 を走らせた。2008年7月15日、フォーサイスレーシングは、インディライツシリーズへの2009年の復帰を発表した。加えて、チームマネージャーのケンスウィックによると、インディカーシリーズ及びアメリカンルマンシリーズへの参戦も近いというコメントも行われたが、その後は各シリーズへの参戦に関する発表は、 行われていない。ありがとうございます。